でもそんなフルート1本持ってるからいらない、ギターを買ってくれ。で2万円のギターを買ってもらって、海は死にますかとかやってたわけです。で高校は地元の公立の高校普通科に進むんですけど、その頃にはもうエレキギターを弾いてすごいもうのめり込めますね。そうで高校に入ってこう今度はですねフォークソング部というのに入ったんです。バンドを作ってドラムを叩き始めた。学校にはとにかくバンドをやりに通っていた。そうなるとまあフルート吹いてる暇もないし、フルート吹く気持ちもあまりないわけなんですよね。まず赤星先生の教室も辞めたんです。もう全然練習しないでレッスン行くので、まあ、これはね面白くないしもう辞めますって。でオーケストラはまあ人が他にいないっていうのもあって、まあ、惰性で続けてたんですけれども、演奏会が春休み夏休み冬休みと年3回だったんですが、普段の毎週の練習はほとんど出なくて演奏会の時だけポンと。ある日ねエグモントの序曲があったんです。第2テーマでジャンジャンチャチャンチャンタララティララっていう3オクターブ目のアスの音、これが全然出なくなってしまって、ティーラルーズ、これはさすがにもうダメだ、もうフルートはいいよやめようってやめたんです。自分で悟ったんですね。悟った、いくらなんでもね、フルートでは一応天才少年のつもりだったので、まあ、自分のプライドも許さない、プライドも許さないって練習してないんだから当たり前です。そうですけども、もういいややめた、もうドラムにかけよう。おお、じゃあフルートをやめたということ。やめましたね、高校1年生夏頃やめました。それで、バンドで、いろんなコンテスト、受けました。あの頃のコンテストってね、第一次予選テープ審査なんですけど、そこに1000本ぐらいテープが集まる。イカ天ってのはその時代ですか。イカ天はねその後なんです。あ、はい、そうだからそこで盛り上がってイカ天ができるんですけれども、1000ぐらいの応募の中から50組ぐらいは、実際にステージで演奏する予選に進める。でそこまで行くんです。あ、それすごいですね。50まで行くんですけど、めちゃくちゃすごいと思います。でもそこから先行かない。で、ね、オリジナルの曲持ってなかったんです。あ、割とコピーを、その頃はねカシオペアのコピーをしてた。お、全然フォークソングじゃない。しかもインストバンドじゃないですか。そう、インストバンドなんですけど、まあ要するに実力的にはそこまでですね。我流の、ね、高校生のやってることです。で仲良しだったバンドもなんかねいろいろ亀裂が走るわけですよ。でそうですか。そうで、ある一つでやめる、なんかやめてしまった僕がなんか結構本当に紆余曲折ですね。結構激しい人ですね。で高校2年生の秋、やめました。高校は割とまあ進学校とは言えないけど、一応由緒正しい指揮者の山田和樹さんの私先輩になるんですけど、成績はもうどうしようもない学業どうしようもない、ね、そうなんですか。大学受験どころか3年生で進級できるのかみたいな感じで、へえ、そう、でも何をしようかとぼーっとしていたんです。でその時に家に、あ、そういえばフルートがある、でもう錆びてるんですよフルートは、うん、で なんか知らないけど棒とか吹いて、そしたら父がなんかもうさすがに見かねたらしく、楽譜を買ってきたんですね。でこれ楽譜をねちょっと吹いてみたらどうだ、それが永遠のベストセラー名曲31選というやつ、一番最後のページ、ハンガリー田園幻想曲、はい、こんな黒い楽譜見たことがない。もうどうやって吹いたらいいんだかさっぱり想像もつかないわけですね。これは何だろう。そしたらレコードがあったんです。この曲の、うん、クリスチャン・ラルテだったんですけど、かけてみたら聞く分にはすごくなんか聞きなじみがありますよね。あ、これはそうか。あ、これだったらいけそうだ。このまま真似してみよう。でそうやってなんかピー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 吹いてる間にですね、どん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 面白くなったんですね。で、高校3年生にもうすぐなるぞという時に考えたんです。高校卒業したらどうするか、まあ、就職するという考えもありますね。でもさすがにそれはちょっと無理。じゃあ大学に行くのか。大学ってそもそも何をする場所だろうと考えたんですね。やっぱり勉強する場所だろうと。じゃあ自分勉強は好きか。好きじゃないわけですよそんなことをね、あと4年間も繰り返すのは嫌だ。じゃあ何の勉強したいか、やっぱ音楽だなと。やっぱ自分は音楽が好きなんだと。戻ってきましたね。そうなんです。じゃあ音楽で大学に行くのはどうしたらいいんだ。ドラムで行ったらいいんだろうかいやドラムはさすがにね習ったこともないし、ね、ドラムじゃなくてやっぱ打楽器だろう。打楽器よくわからない。じゃあやっぱりフルートかなと思って
辞めていた赤星先生のところへもう一回戻ったんです、うん、先生実は芸大に行きたいんです、ここでいきなり芸大なんですというのは芸大ってのはなんとなく知ってるんですよ、名前は知ってる、誰でも知ってる、あとは音楽大学ってなんかよくわからない、で芸大はまあ国立だから授業料がね私立に比べてきっと高くなるんだ、まあ、芸大一番有名だし、ね、芸大に行けたらすごいだろうなきっと、うん、だから芸大に行きたいです、ただまあ赤星先生は何を今更そんなことをとはおっしゃらずに、お芸大に行きたいんだったら芸大の先生にならなきゃダメだ、お現実的ですね、そうです、で芸大の先生は金正恩先生だ、俺は面識ないから連絡先知らないけど君は行ってこい、どこにそうインターネットない時代です、あの楽器屋さんに行ってですね、音楽家年鑑って本があったんですよ、こう見るとちゃんとね住所電話番号載ってるんですよ、今では考えられないけど個人情報がそういう時代だった、個人情報全部載ってるんですよね、でそこへこう電話をして、じゃあ一度いらっしゃい、高校3年生の6月だったかな、金先生はあれじゃないですか、ドイツから帰ってきて一番バリバリだった時期ですか、40代半ばですね、金先生がドイツから戻っていらして多分10年にならない頃だったと思います、で、行きました、何を持って行ったらいいのかよく分かんないので名曲31選の中のモーツァルトのアンダンテを持って行ったで吹いてみた、だね、さここの楽譜はこれは本当は違うんですとか言って今まで、エチュードは何をやりましたかと言われて、エチュードという言葉が分からないんですね、とある手をやりました、ああ、まあ、一応エチュードでは、まあ、エチュードではありますけど、まあ、メソッドとも言えるな、うん、その他ね何をやりましたか、クーラーの二重奏をやってました、すごく難しいと思うけど、まあいいです、通ってきてもいいです、ただしあの忙しいのでたくさんレッスンできませんから、今まで習っていた先生がいらっしゃるんだったらその先生にも見てもらってください、でその時にね音感のテストされましたね、ピアノを通ってこの音は何この音は何で、それはねもう即答で100点だ、なるほど、それが全くダメだったらひょっとしたら金先生違う言葉をおっしゃったかもしれないんですけど、まあそれは分かりません、でそこからまあクラシックの、ちゃんとした教育の道へ進んでいく、戻ってきたんじゃなくて新たに進む感じですね、フルートだけ吹いてた時も別にそういう将来っていうのは何も考えてなかったですね、赤星先生は音楽大学なんか行くなという考えだったので、立派な社会人になって自分のお金で、趣味の音楽を続けなさい、そういう考えだったんですね、でもなんか親御さんとかのアドバイスとかでも何でもなく全部自分で決めてらっしゃるんですね、父には反対されましたね、話し合うこともそれまであまりなくて、音楽大学に行きたいって言ったらそれは非常に難しい、食っていけないんじゃないか、いや僕もずっとそう思ってましたね、大学入ってからも思ってましたけども、絶対食っていけないんじゃないだろうか、でも行きたい、やっぱり、ね、それ以外にやりたいことっていうのがなかったので、大学芸大に、はい、1年浪人をして、入りました、ここで入った時に今でも語り継がれますけど木の脇道元さん、萩原孝子さん、京都市交響楽団の市川智子、学芸大学の今教授かな清水和孝君、そういったメンツがいましたね、強力ですね、強力です、僕が浪人してる時に確か学生音楽コンクールフルート部門っていうのができたんですよね、まあ、そんなものができたのっていうことも知りませんでしたけど、ね、萩原さんなんかそこで入賞してる人ですから、いきなり、ね、入ってみたらもう別世界だったわけです、私何にもフルートのレパートリーも知らないし、そんなに指動かないしなんて気の飽きだよやっぱすごかったですか、入学してなんかリノスっていう曲ちゃっつってこう楽譜持ってきて3日ぐらい出てきたからね、から、毎日なんかあのすごいところね、あの8分の7拍子のところブラブラブラってさらってて、なんか神田先生はスロースターターな感じだったんですね、スロースターターですね、金先生がおっしゃってましたけど神田は最初もう全然器用な人には見えなかった、僕は自分でも自分のことを器用だと思ってたんですけど、それが間違いだったということがよく分かりますね何でもこう上辺だけで適当にさらさらってやってそれでできた気になっているというのが私ですね、じゃあ本気出せば僕までいけばすごいできたっていうこと、いやそれは分かりません、本気を出すというのも才能だと思ってますので、じゃあどこでそこから N 響に結びつくのかっていうのは全く想像できないんですけど、いや想像できないですね、あの、まあ、新入生歓迎会
って宴会があって、そこに当時芸大の先生だった細川純三先生、それから先生ではなかったんですけど中野富雄先生も遊びに来られてて、もう2人とも N 響の人ですから、すげえ N 響だ、本物だ、目の前に座ってる、もうガチガチに緊張しましたけど、ね、中野さんが、いや君たちだってね頑張れば N 響だって入れるからね頑張れとか言ってくれて、そうなればいいですねって感じだったんですけど、他の楽器も全部もう優秀、自分とレベルが違うとしか思えなかった。例えばトロンボーンの同級生は大学に入ったと同時に東京シティフィルのオーディションにも合格して、いきなりもうプロ奏者っていうのね、今 N 響にいる池上くんですけど、それとかオーボエ奏者はもうとにかくあちこちのもうね、いろんな外の仕事に毎日毎日出かけてって、学校にはいつも車で来てましたね、今 N 響の枠行くんですけど。でも自分なんかなんだ、全然ね木野脇君や萩原さんみたいにバリバリ吹けるわけでもないし、ちょっと五月病になりましたね、学校行きたくないみたいな。で一つの転機、夏休みに学年で合宿ってなりますよね、秋の芸祭に向けて1年生青年オーケストラって言いますけど、まあ、その合宿をやった。でそれに行ったらみんなね休みを数えられない、おお、出ましたね、うん、そうということに気づいたんです。僕は数えられる。やった、ささやかだけど、いいですね、なんとかなるかも。そんなとこからもうねやってました。はい、金先生のレッスンをいろんな人が受けますけれども、特にバッハとモーツァルトを持ってく先輩がいたらね、時間が許す限り聞きに行ったんですよね。モーツァルトの レッスンになるとみんな大体1ページ目の半分ぐらいでもう終わっちゃうんですよね。ところ転んでる、そこも転んでる、タラタタタラタタじゃない、タラタタ転んでる、はいやり直し、みんな終わっちゃうんですよ。そうか、転ばなければいいんだってやってみるんですけど、それは転ぶんですよね。でタファネル・ゴーベールのやり方っていうのをこう最初のレッスンで教わってますから、一番の課題をこう普天のリズムでね、タラララララララ、その後にタラララララララ、そうね、これ比較するわけです。そういうのをもう真面目にコツコツとやって、転ばないようになるまではレッスンに持ってかなかったんですよね。で初めてレッスンにモーツァルト持ってったのが大学3年生になってからです。吹きました、そしたら褒められたんですよ。初めて、転んでないじゃないか、お素晴らしいじゃなくて転んでないじゃないか。いやでもそれだけでも素晴らしい、そう、まあそうかもしれない。その一言でもうね、おだてられた豚は木に登るんですけど、でそのまま初めて外人の先生のレッスンを受けた、芸大に公開講座でいらしたベルナ・パストさんっていう、確かねベルリンの放送協会なんかの当時の首席奏者ですけれども、おお君いいじゃないか、転んでないよ、同じようなことを言われて、そうで、そのまんまコンベンションのコンクールを受けて、まあ賞をもらうことになるんです。お、うん、コンクールのためのレッスンっていうのはやっぱいろんな人とね合同でレッスンする機会が多かったんですけど、やっぱり人の演奏を聞いて、ね、みんな同じ曲吹きますから、いろんなアイデアが湧くわけですよね。それはすごくねお互いに大きな勉強になってるんじゃないかなと今でも思ってますけど。端折っておっしゃいましたけども、コンベンション優勝するってことはただ転んでないだけじゃなくて、他の曲もちゃんと全部、まあそうでしょうね、バッチリ吹いてたということですよね。そう、ただまあ今から30年前のコンクールの課題曲って今ほど難しくないし、曲数も少ないですから。なんか具体的に覚えてらっしゃる、一次予選かな、なんか確かねベームのカプリスの20番だったかな、その次がギラオキシオのソナチネとバッハだかなんだかかだったかもしれないですね。一応2曲あるんですね。で本戦がモーツァルト、なんか今よりもかなり負担は少なかったかもしれない。うちの頃には大変だとは思います、ね、そうですね、みんな受けるわけですから、でその年の秋に神田楽器コンクールってなりましたね。でこれも受けたけど、なんか意識するんですよ、前のコンクールで1位取ったから恥ずかしくない演奏しなきゃいけないみたいな感じで、はい、でまあそれも本戦まで行っても一応いただいたんですけれども、じゃあその時にはもう学生の中ではほぼトップに近い実力があったということですか。そうとは思えないですけどね、うん、